では、ま、えー、もなく時間になりますので、そろそろ、えー、次のセッションのご案内を始めたいと思います。えー、と続きまして、2時からのセッションです。ベ、え、ン、ー・エヴァンスさんによるランドとワードプレスドットオルグ公式教育サイトの次のステップにあなたも携われますというセッションです。えっ、ー、と、昨日コントリビューターでございまして、ちなみにコントリビューターで参加したっていう方っていらっしゃるあありがとうございます。ありがとうございます。あの昨日もあのトレーニングチームの、えー、メンターを ベンさんがしてくださってまして、リアルに人が集まる学習チャンスを設けるのが難しかったコロナ禍で生まれた公式学習サイトについて、皆さんにご紹介するとともに、この先、どのようにそれに貢献していけるか、ということお話をいただきます。はい、それではベンさん、よろしくお願いいたします。はい、では皆さん、こんにちは。 えと最初に言っておきますけれども初めてこの顔でこの日本語が出てくると不思議がある人たちがいるので、えー、と2歳から僕は日本に住んでますなので顔だけ西洋人なんですけど中身は日本人なので今日の、えー、タイトル「LearnWordPress.org」公式教育サイトの次のステップにあなたも携われます。 えもうすでにこのスライドをえ X の方に流しました10分前にえっと w c 関西のハッシュタグで流して私が流した5秒後くらいに公式アカウントが同じハッシュタグでどん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 って他にもツイートしたんですけれどもちょっとスクロールしていただくと私がスライドのリンクをつけてもうすでに流しているのであのまあこのセッション中でもいいですし帰った後もぜひこのスライドを見てみてくださいはい。 えー、learn.wordpress.org というウェブサイトを、えー、ご存知の方、どれくらいいますかはい、大丈夫です。えー、ご存知ない方、今初めて聞きますという方、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。皆さんは今、ワードプレスで最も熱いプロジェクトの一つについて話を聞きます。 長いので「LearnWordPress」と省略することが多いんですけれどもこの「LearnWordPress」は今 WordPress のプロジェクト全体の中で最も熱いプロジェクトなんですで今日は皆さんにその熱を伝えそして皆さんにもこう参加していただきたいと思ってここに立っていますまず最初に WordPress プロジェクト全体の中で このランワードプレスの立ち位置を少し皆さんにお話ししてから実際にそのサイトの中身やどうやって皆さんが関われるかというのをお話ししようと思います。ワードプレスのコミュニティをちょっと簡単に図示してみました。 でこの黄色い線、黄色い円は、えーまあ、ユーザーさん、皆さんを表しています。これは、えー、趣味でブログを作っている人、学校などでちょっといじった人、仕事で、えー、サイトを運営している人も含め、えー、皆さん、ワードプレイスに少しでも触れている人は黄色い円に含まれます。で、その中には今度、ワードプレスコミュニティという青い円で表現したものがあります。 で、このコミュニティというのは、まあ、ワードプレスを作る人、そして発展させていく人たちのことを表しています。で、ワードキャンプやミートアップに参加をしている時点でもう皆さんはこのコミュニティの一員なんです。ワードプレスというのは、えー、ミートアップや ワードキャンプを通して初めてそのコミュニティに触れてそこから貢献の道を始めるという方が非常に多いんですね。で、ワードキャンプ、オーガナイザーが一,一生懸命計画をしても参加者が来ないと成り立たないので皆さんもそのワードキャンプを成り立たせた、えー、コントリビューターの一人一人ということになります。で ワードプレイスは、えー、実は去年で20周年を迎えました、えー。成人をしたわけなんですけれども、えー、ちょっとこう世代が、えー、次の世代を考えていく頃に入っています。というのは20年前に、えー、作って、あの一番最初に作り上げていった人たちが、 まあもう20年はいると思うんですけれども、もう40年いるかというとちょっとこう、うそうちょっと難しい話ですよね。なので、徐々に徐々に次の新しい Wordpress ユーザーたちにコミュニティに入ってもらって、そして彼らが Wordpress の次の世代を担っていくということをまあ考えなければいけない、そういう時代に入っています。その時に、黄色い Wordpress 利用者から、 青いワードプレイスコミュニティメンバーになるそこの玄関口がワードプレスプロジェクトでは大きく4つあるという話がされていますこの黄色い円から青い円に入る、えー、とユーザーからコミュニティメンバーになる4大玄関口で、えー、4大玄関口というのは私がこのプレゼンで作ったあの 単語なので、ここから広がっていくと思うんですけれども、コンセプトとしてはプロジェクトの中にあります。もともと一つだったのが二つになり三つになり、今年の1月に四つに広がったという感じです。で、えー、5 for the future 左上、右上に国際化、左下にデータ解放、そして右下に Learn WordPress。 でえー、簡単にだけ3つ説明して今日の本題はランワードプレスなので、えー、簡単にだけ触れますけれども5 for the future というのは、えー、ワードプレスをお仕事で使っている人、まあ、恩恵を受けている人は、えー、5%の、まあ、エネルギーないし時間ないしをワードプレスの貢献に、えー、返しましょうというお誘いなんですね例えばワードプレス運営会社はワードプレスからある意味あのお金を得ているわけなので、まあ、会社の 5%の時間5%の資源をワードプレイスの存続のためにぜひお返ししましょうというような流れです。 僕がコミュニティにどっぷり2年前につかり始めたのもこの5 for the future の一環なんですね。僕の会社はだいたい2000人の会社なのでその5%の人員大体いい100人がフルタイムでワードプレスに貢献をするというそのためにお給料を頂いてるんですね。会社がワードプレスから恩恵を受けてるので100人はワードプレスにお返しをしますという、まあ、そういうスタンスで僕もその1人でコミュニティに貢献してます。 右上の国際化というのは、ワードプレイスはもともと英語で作られたソフトウェアで、英語圏でどんどん広がっていったので、えー、世界のいろんな国にそれを翻訳していく、そしてソフトウェアの翻訳だけじゃなくて、コミュニティもいろんな言語で世界中に広げていこうという働きかけです。例えばこのワードキャンプ東京も全部日本語で行われてますが、この国際化のまあ働きの一部ですね。 左下のデータ開放これは今年の1月に始まったばっかりの新しいまあ玄関口なんですけれどもえ世界にはそのまあオープンソースと言われていてこう自由にえーとデータを皆さんも見れる。 ソフトウェアもあればお金を払って会社から買い取って買い取った後もそのソースコードの中身はよくわからないそういうプログラムもあるわけですねでそういう製品を使うと、えー、皆さん自分のデータサイトのデータだったりそういういろんなデータがその会社のものになってしまうオープンソースじゃないのでそこにデータがまあ閉じ込められてしまう なので、オープンソースの考え方として、そこに閉じ込められたデータを解放できるようにしようという働きかけがあります。で、例えばですけど、えー、Facebook に長年ずっと投稿していたものを一括で WordPress のサイトにインポートができたら便利そうだよね。とか、えー、Twitter に長年投稿してきたものを一括でダウンロードして WordPress サイトに入れられたらいいよね。とか、もっと言うならば、 Facebook の投稿を全部ダウンロードして、Wordpress じゃなくてもいいから Twitter に一括で入れられたらいいよね。で、その時のデータのやり取りの企画化を Wordpress でやっていこうという動きがこのデータ開放です。だから何も Wordpress だけに来なくてもいいんですね。ただ世界のいろんなそのデータを自由にしてユーザーがコントロールしていろいろデータを入れ替えられるようなその企画を作っていこうというのがこのデータ開放です。 そして、いよいよ、本題のランワードプレス。ランワードプレスは、ワードプレスプロジェクトの公式教育サイトです。で、えー、この公式教育サイトは、えー、ワード d p ス利用者に向けて、まあ、えー、作られているものなので、そのサイトに来て、で、あの、学習教材を見ていく中で、あ、コミュニティっていうものがあるんだ。私もこうやって関わることができるんだ。 というその道しるべをサイトを通してどんどん世界に広げていこうというプロジェクトの願いがあります。で、えー、ワードプレイス20年前に作った共同創立者のマット・マレンウェグという方がいらっしゃるんですけど彼が、えー、と先月、えー、ワードプレイスのプロジェクトのオフィシャルブログでこの4つの玄関口を出して2024年プロジェクトとしてこの4つに力を入れていきましょう。 と話ししていましたなので、まあ、私は特に今日はこのランワー n w o r d p r e s s について皆さんに紹介したいと思います。で、えー、最初に結論を言ってしまいます。ランワー n w o r d p r e s s が必要としている人材今どういう人材を必要としているかというとこういったものを必要としています。コンテンツクリエイター翻訳者デザイナーデベロッパーマーケター SEO スペシャリスト、アクセシビリティスペシャリスト、データアナリスト、そしてコンテンツを見てくださるユーザーが必要です。えー、後々ちょっと具体的になんでこんなにたくさんの人が必要なのかをあの説明しようと思うんですけど、もし皆さんこの中で少しでも自分被ってそうだなと思って、 いただけたらぜひランワードプレスプロジェクトに来てください。そして、世界のユーザーたちをコミュニティに導き入れるこのランワードプレスサイトの作成にぜひ一緒に取り掛かっていきましょう。さて、ここまでが全体像だったので少しサイトの説明をしようと思います。ランワードプレス d p r e s s learn.wordpress.org learn. という URL です。 えー、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、wordpress.org というサイトに行くと、wordpress のダウンロードができます。で、make.wordpress.org に行くと、wordpress を作っているコミュニティのポータルに行きます。で、learn.wordpress.org に行くと、この wordpress について学べる learn というサイトに、えー、到着することができます。で、 現状、まあ、サイト、えっと、トップ、こういう見た目になっています。ランワードプレスの目標は、ワードプレスについて学べる決定的ウェブサイトであること。まあ、今は、になること。という目標なんですけれども、えー、世界の 誰もがワードプレスについて知りたいと思った時にあランワードプレスに行けば絶対情報があると思える、まあ、そういうあの社会に向かってランワードプレスは頑張っています。というのも、えー、それぞれの会社とか製品とかで今学習教材を独自に作って、えー、と公開しているところが多いと思うんですねで。例えばある A 社が作ったワードプレスの教材を B 社が使おうと思うと 9割5分くらいは使えるんだけれども、やっぱりその A 社独特な、その特有の製品部分とか、あの、キャプチャー画面が入ってしまうと、B 社でなかなかその教材をお勧めできないから、結局自分でまた作り直さなきゃいけない。ほぼ同じことを言ってる教材なのに、A 社も B 社も C 社も作っている。そういう現状があるんですね。ランワードプレスは、 ワードプレスプロジェクトの公式ウェブサイトとしてどの製品を主張するわけでもないので、例えば9割5分、どの会社も使いそうな部分をランワードプレスに載せることができれば、 それぞれの会社は、あと本当に自分の会社の部分だけ、その製品部分の教材だけ作ることができると、結局、二度手間、3度手間になっているこの作業をみんなで協力することができれば、お互いを助け合うことができると、私たちは思っています。で、私たちと、えー、言いましたけれども、この LearnWordPress のサイトを管理しているワードプレスプロジェクト内のチームをトレーニングチームと言います。 で先あの昨日のコントリビューターデーに来られた方は、えー、とコアチームとか、えー、とコミュニティチームトレーニングチームいろんなチームのテーブルがあるというのを見たと思うんですけれどもワーードプレスを作っていいるチームとなので昨日のコントリビューターデーもそのうちの7つか8つかあのぐらいがまあ代表してあ,のあったんですけれども本当は22ぐらいあります。 でその中の、えー、トレーニングチームが、えー、ランワードプレスの、えー、編集そして管理を担っています、えー、このトレーニングチームは2013年から、えー、作られたチームで、まあえー、とワードプレイスのだから9年前ですねほぼ半分の期間を実はいろいろ活動はしてたんですけれども、えー、このランワードプレスが出来上がって結構あの活発になってきたチームです ランワードプレスは2020年にできたんですけれども、えー、後で少し説明します。結構コロナが関わっているんですね。コロナ禍の影響でランワードプレスが公開され、で、今までトレーニングチームちょっと別なことやってたんですけど、プロジェクトの方が、えっ、ー、と、なんかトレーニングのやりたいこととランのその趣旨が合ってるから、トレーニングチームここからお願いします。ポンと、えっ、ー、と、投げてきたわけなんですね。 で、えー、このランワードプレイスその時いただいたサイトを今年の7月にリニューアル公開を予定しています、えー。これも少し後で説明しますけれども、もうデザインだけでなく、コンテンツだけでなく、根本的なサイトアーキテクチャから見直して今作り変えている最中なんです。で、それを今年の7月に公開をします。で、えー 私は、えー、2023年2024年のこのグローバルトレーニングチームの、えー、代表に選ばれた、えー、とものとして、まあ、ここには何のでトレーニングチームを代表してワードペースプロジェクトを代表して皆さんに訴えかけているというあのそういう立場です。 トレーニングチームの代表は2年人気なので、私も今年でおしまいなんですけれども、このビジョンを今のうちに世界のいろんな方々に伝えて、あの一緒に、あの、背負って、そして将来に向かっていけたらいいなと思っています。さて、ランワードプレイス、2013年から始まったわけなんですけれども、簡単に今までの流れを説明しますと、まず、 ミートアップオーガナイザー用のリソースとして立ち上がりました。えー、これ次のスライドで少しずつ説明しますので、今はざっくりと。あの、まずミートアップオーガナイザー用のリソースとして立ち上がり、えー、コロナ禍で、えっ、ー、と、コンテンツの対象がその指導者から学習者に変わります。 その後、コンテンツの種類が一気に増えていて、そして、ワードプレスプロジェクトのその玄関口として、えー、さらに発展させようという、まあ、えー、使命を受けて、今、えーと、公式学習サイトとして発展している、そういう流れがあります。もう少し具体的に見てみましょう。 まず2013年の話なんですけれどもこちらがそのワードプレイスの共同創立者マット・マレンウクグさんが2013年に基調講演をしている様子です。でミートアップという、えー、と集まり何度か皆さん聞いていると思いますがそれぞれの地域でワードプレイスを使っている人が集まって情報共有をするそういう集まりのことなんですけど、えー、インフォーマルに実はこれ2004年からもう始まっていたんですね。えー、ワードプレスは 去年で20年なので、えー、もう、その本当に初期の頃から、まあ人たちが、あの、私が聞いた話ですけれども、どこかのバーで集まって、お酒を飲みながらワードプレスのお話をするみたいな、本当にカジュアルなものから、あの、始まっていました。で、まあそれが大体10年間、どんどん発展していって、組織化されていって、2013年この頃に、えー、ずっとやってきたそのオーガナイザーたちがなんかネタが尽きてきた。 と言ったらしいですあの同じ人が何度も何度もセッションをやってもう教えることに尽きたから何かその助けてほしいとミートアップはやりたいんだけどやったところで何をすればいいのかわからない。でそこでその主催者が最低限の準備だけでミートアップを開催できることを目的にしたレッスンプランというのをトレーニングチームが作り始めたんです。 このレッスンプランというのは、えー、アメリカの教育理論に基づいた授業計画。で、えー、正直結構硬いものなんです。もう、あの、学習目標があって、そこの、そこに来た人たちがまず、どういう知識やスキルを持っていなきゃいけないか。そしてその1時間ないし、2時間のセッションの中でどういうことを学んでいって、というのを、まあかなり、あの、具体的に書いてます。で、えー、スライドもそこにあったり、 えっと、皆さんで演習課題、どういうのをやったらいいかとか、えー、結構いろんな情報が載っていたので、本当にそのミートアップ主催者はレッスンプラン1枚印刷して、当日そこに行けば、あとはそこに書いてあるシナリオを読んだりして、リードができるという、そういうものをトレーニングチームは作っていました。で、えー、ちょっとデベロッパー寄りの話なんですけど、このレッスンプランは GitHub で管理、公開されていました。 GitHub で開発の経験ある方ってこの辺どのくらいいますか何名かいますね。一つ一つのレッスンンプランが GitHub の個別のレポジトリだったんです。で、その誤字脱字を1個変えようと思うごとに、えっと、プルリクエストを作って、それがレビューされて、承認されて、で、例えばオーガナイザーが実際にレッスンプランを使ってフィードバックがあった場合は、そのレッスンプランのレポジトリの中に石を立てて、そこでやり取りをしてみたいな、そういう本当にガッチガチな中で、えー、管理されていたレッスンプランです。なので、質は非常に高い。 ただ一般のユーザーがちょっとお助けしたい関わりたいって言った時になかなか入りにくいそういうあの状況だったんですね。で、えーまあ、そういうのをトレーニングチーム7年くらい作ってたんですけれどもコロナ禍の影響で世界のミートアップがなくなりましたもう実際に皆さん集まって情報共有するという場がなくなったのでそのまあリーダーたちのための教材も需要がなくなったんです。 で、そういった時に、えー、まあ、ミートアップに代わるワードプレスの情報共有の場が必要だよね。ということで、あ、改めてワードプレスの公式学習の場として、ランワードプレスというウェブサイトが作成されました。なので、もう教師用の教材はそんなにいらなくなって、むしろ学習したい人たちが、その学ぶ人たちがやってきたときに、彼らが学べるコンテンツが必要になったんですね。 そこで、えー、コンテンツの種類が、まあ、増えていきます、えー。ランワードプレス2020年に公開されて、まず最初にレッスンプランがあの乗りました。今まで、えーと、その時点で多分80くらいのレッスンプランがあったので、それをまずランのウェブサイト上で公開します。でその次にチュートリアルビデオというのを公開しました。これはだいたい5分前後の、えー、とビデオ教材。 なので、まあ、学習者が何かテーマについて学びたいと思って見れるビデオが公開されますでその次に今度はオンラインワークショップの開催を始めましたでこれが直接的に地域のミートアップに変わるものなんですけれどもオンラインで、まあ、世界のどこにいてもオンラインで他のワードプレスユーザーと触れ合って情報共有できるそういう場が始まります そして2021年にはさらにオンラインコースというのも公開が始まりました。でまあ、これは一般に聞くオンラインコースなんですけれども自分でこうレッスンを進めていって時々クイズとか確認問題があって採点されてそして最後に終了しましたという画面が出るそういうオンラインコースですね。見ていただくとわかるんですけれども4つのコンテンツに増えました。でトレーニングチームは このランワード WordPress の管理とコンテンツの作成と全部お願いしますと任されて、えー、正直ちょっと圧倒されたんですね。今までレッスンプランだけ管理してたんですけれども、チュートリアルビデオもワークショップもオンラインコースもということで、えー、ちょっと大変でした。さて、こういう過去を経てきたランワード WordPress なんですけど、今日どういう状況なんでしょうかえー、っと、 まず、去年1年間の、えー、データです。2022年、あ2023年に、えー、公開されたコンテンツ。まず、レッスンプランは昨年も31、えー、引き続き公開していきました。毎月、えー、2、3本というペースです。チュートリアルビデオは78本。なので、これ週1以上ですね。週2週間で3本くらいを、えー、公開していきました。 オンラインワークショップは274回開催しました。365日で274回なので、えー、3日に2回ぐらいですね。で、平均参加者23人、結構あの多いと思います。多分ローカルで行うミートアップも、あのなかなか20人いくと、どうでしょうね。地域によっては難しいかもしれないです。えー、去年の最高出席ワークショップは161人でした。 ズームで161人が参加したワークショップもあります。そしてオンラインコース、えー、昨年1年間で7つ公開しました、えー。学習教材の制作、関わったことある方、わ、えー、かると思うんですけど、オンラインコース一つ作るのにかなりこれ、手間がかかるんですあの。いろんなレッスンも作って、クイズも作って、それをこうテストしてという流れがあるので、7つ出したのは、 ボランティアですからねトレーーニンングチームボランティアが7つ作ったのはかなり僕は優秀だなと思いますさてこの今年に入ってこの1月2024年の1月のランワードプレスの統計を少し調べてみましたまずサイト訪問者数は9万9000人、えー、ツールによってこれは10万を超えているというツールもありますでこれは閲覧回数ではなくて、えー、その 独特な、独立したユニークなそのユーザー数ですね。なので、9万9000人の方が、世界から約10万人の方が、ランワードプレスを1ヶ月で見ています。チュートリアル、今、合計で270くらいあるんですけど、それが1ヶ月で1万5600回再生されています。コースも、 今27個ぐらいあるんですが、えー、この1ヶ月で世界から985人の人がコースを受講しています。そして、えー、今は、えー、と GitHub 先ほど言ったようなあの感じで使ってはいないです。今はあのコンテンテツの制作を マネージメントするプロジェクトマネージメントツールとして GitHub を使っているんですけれども1か月で58のイシューが開かれ76クローズされて、まあ、3日に4つぐらいですかのイシューが処理されているそういうチームになっていますはいなかなか あの、トレーニングチーム頑張ってるんですけれども、ランワードプレスには、えー、未だにいろんな課題が残っています。はい。えー、Learn w o もう一度見た方、もう一度手を挙げていただいていいですかこの中ですごい使いやすかったって方だけ手を挙げたままで、他にちょと下げてください。はい、こんな感じなんですよ。<laughs> 使いにくいんです。使いにくいウェブサイトなんです。なぜなら、えー、 コロナ中にいきなりこれを全部作ってと言われてトレーニーチームがこう全部投げ合わせてこう作り上げたサイトなのでとりあえず乗っければ OK みたいな感じがあるんですね。あの欲しい情報が見つけにくい。それからサイトの対象者が不明瞭という問題もあります。で、これはもともとその教える側目線で教材を作ってたのが徐々に徐々に遅わる側。 に,目線に変わっっていったのでサイト上にまだそれが混在しているので実際に自分が今学びに行こうと思った時に先生用の教材が出てあれっとなったり先生が昔ながらにこう来た時にその学習者用の教材が出てあれってなったりするそういう問題もありますあとコンテンツ種類が多いです4つも管理してます、えー、計画的なコンテンツ作成があまりされてこなかったまああの ボランティアの皆さんがやってきて好きなこと何でも作っていいよ。はい、載せようっていうその感じだったので、計画性はちょっとあまりなかったですね。そして一番大事なこととして、ワードプレイスコミュニティの玄関口として発展させようという割には、未だにちょっとそれは成し遂げていません。ので、えー、こういう課題が残っているので、ランワードプレスは新しいビジョンを持って動き出しました。 でそれが今年7月のサイト再構築という話なんですね、えー、これもまた簡単にあの簡単にまだ触れてその後説明しますが、えー、今後のランワードプレスはまず学習者の学習目標に合わせたコンテンツ設計対象をはっきりさせますそれから学習者の体験を大事にしたサイトデザインデザインを見直します そして、学習者データに基づくさらなる発展データを、えー、しっかり利用していく運用に変わっていきますそして、どれも学習者で始まっているというのがわかると思うんですが学習者を本当に第一にしたサイトにしていこうと動,動いているところですで、えー、もうこれは簡単にあの今まで話したので、えー、触れるだけですがもともと l a r ベー d e s は指導者用のサイトだったんですねで 指導者用の教材を出していたんですけど、コロナで今度はたくさん新しいコンテンツを作らなきゃいけないので、コントリビューターが焦点だったんです。コントリビューターの皆さんが作成しやすい、えー、組織にしよう、チームにしようということで、この2、3年、コントリビューターが焦点でした。で、いよいよトレーニングチームも、えー、まあ、体制が整ってきましたし、えー、いろんな、あの、定期的にコントリビュートしてくれるボランティアの人が集まってきたので、いよいよ今度は、じゃ 一番大事なその学習者に目線を合わせて彼らのためのプラットフォームとしてランワードプレスを作り変えようということになっています。でコンテンツの処理も4つあったのを今年の7月から2つに減らします。オンラインワークショップはそのまま残しもう一つはコースオンラインコースだけになります。 ただ、コースの中のレッスン一つ一つを単体で見ることも可能にします。なので、まとめてこのテーマについて学びたいと思った時にはコースを勉強できるんですけれども、一本だけこのビデオを見たいとか、このトピックを見たいといった時に、コースの中のレッスンを単体で受講できるような形式に変わっていきます。なので、管理側も え種類が減るので楽になるしユーザー側もサイトに来た時にあれもこれも探さなくても、えー、一発で見つかるようになるはずです。そして、えー、今までそのあまり計画的にコンテンツ作成されてなかったんですが今後は学習目標に合わせてコンテンツを作ることになりました。で 学習目標というとなんか堅苦しいんですけれども、英語では learning pathways というふうに呼んでいます。えつまり、どういうことかというと、サイトに来たときに、まずあなたはどういった学習者ですかということを尋ねます。例えばあなたはユーザーなのか、デザイナーなのか、デベロッパーなのか、コントリビューターなのか、まずどういうグループに所属する人ですかと。そして、その後スキルレベルを尋ねます。あなたは初心者ですか 中級者ですかそれとも上級者ですかと。そのユースケースに合わせてコンテンツを提示するように今サイトを作り変えているんです。なので、私は中級デザイナーですと言えば、じゃあ中級デザイナーのあなたにとってこのコンテンツが今一番いいでしょうとか、えー、私は例えば中級のプラグインデベロッパーですといったときに、そのユースケースに合わせて教材が出るようになる仕組みです。 これ細かいのは見なくていいんですけど、先ほどサイトアーキテクチャを見直したという話で、えー、これなかなか面白くて、左が今までのサイト構造で、右が新しいサイト構造、右もこの後いろいろ変わったので、階層は減ったんですけど、左側の絵で何が面白いかというと、右にピンクの四角二つが、ホームから繋がってないんですよ。 なので、ランワードプレスに行っても情報が見つけにくいっていうのは、そもそもロームにつながっってない情報もある状況だったんですねあのこれはもう、サイトとしては実は最悪の,あの構造なんですけれども、ちゃんとどの情報にもたどり着けるように、あのサイトアーキテクチャから見直しをしています。 それからデザインもこれまだの途中の段階なんですけれどもデザイナーさんたちがビジュアルも考慮して今サイトデザインを考えています特にここの一番最初あの上に出ている4つの絵はあなたはまずどんなユーザーですかというのを尋ねる質問なんですデザイナーですかデベロッパーですかでこれをクリックするとそのユースケースに合った教材を提示する構造にサイトが変わっています、えー、それから学習者データに基づいた発展 今回実はサイトのリメイクに踏み出したきっかけもトレーニングチームが2022年から2023年にかけて行ったイインディビジュアルラーーーナサベというのがあるんですこれは世界のワードプレイスユーザーに対してあなたはどうやってワードプレスを学習したいですかみたいなアンケートを行いました。 世界各国から583人が回答してそのデータに基づいてじゃあランのウェブサイトをここううう変えていこうといと決断がでできたんです。今までは、えー、トレーニングチームの人たちのその主観とか経験まあそういったものからこういうサイトにすればいいのかなというあの判断だったのを今後はよりデータに基づいた設計に変えていくようになりました。 でラーも、例えば Google アナリティクス、Jetpack、YouTube アナリティクスでデータを今もすでに集めています。で、学習者データ、オンラインコースは先生プラグインを使っているので、そのプラグインのデータとか、最後に学習あの勉強し終わった人に評価を教えてください。5段階評価で皆さんもよくレビューを求められるんですけど、そういうアンケートをつけてデータを集めます。 なのでデータはたくさん集まってくるので今後それを運用していくという課題がありますそこでランワードプレスの次のステップに皆さんの力が必要なんです今までランはこういう過程を通ってきましたそしてこういうビジョンを持って今後踏み出していきますそこで皆さんの力が必要なんです ランワードプレスがワードプレスの4大玄関口の一つとしてしっかりと機能するためにぜひ皆さんも携わってください。具体的に必要としている人材としてこういうのがあります。先ほどもお見せしましたが、コンテンツクリエイター、翻訳者、デザイナー、デベロッパー、マーケター、SEO、アクセシビリティ、データ、それぞれのアナリスト、スペシャリストを必要としています。 えー、少し大きなビジョンを今まで話してきたんですけれども、今後新しいランワードプレスの作成、そして運用にあたって、こういうタスクがあるんですね、えー。コンテンツの作成、そしてそのコンテンツの翻訳。ウェブサイトのデザイン、今もまだ最終決定されていなくて、コミュニティの皆さんにどういうデザインがいいでしょうかという意見を求めているので、そういうデザインのフィードバック。また、 今後も教材のそのアセット、素材のデザインをしていって、教材の中身もこう見栄えがするように作るための、その継続的なデザインの貢献も必要となります。w o r d p r e s スは一般のサイトと一緒でバグが生じます。で、バグも GitHub にあの提出されるので、それをまあ直していくデベロッパーも必要です。機能のリクエストも GitHub に入ってくるので、それを実装するデベロッパーが必要です。 えー、また7月に今度「ランワードプレスを再ローンチするんですけどそれにあたって世界中に「こ LAN が新しくなりました」というのをマーケティングする必要がありますでワードプレスプロジェクトの中にマーケティングチームっていうのはあるんですねなのでマーケティングチームとトレーニングチームが協力をして今後マーケティングキャンペーンをやっていくんですけれども是非、えー、ここも経験のある方は関わっていただきたいなと思います そして今後、コンテンツの SEO の解析、アクセシビリティの解析、そして改善に向けた実装も必要になりますし、最後、たくさんデータをすでに集めているんだけど、それを応用していくことが必要になると話しましたので、そういったデータの解析に慣れている方もぜひ貢献をお願いします。じゃあ、 関わりたい。今日話を聞いてよくわかんないけど、なんか熱が伝わったから私も携わりたいと思っていただけた場合、何をすればいいんでしょうかえ二、ー、つです。えー、まず、これこれに興味を持ちましたということを発信してください。えー、その発信場所が、えー、二箇所あります。 まずワードスラックこれ日本のワードプレスコミュニティの Slack なんですけれどもワードスラックの中にランワードプレスというチャンネルがありますそのチャンネルに今日ベンさんの話を聞いて私例えばデータ解析に興味がありますとかあのデザインに興味があります次どうすればいいですかというのをとりあえず Slack に流してください英語に自信のある方は、えー、ラ e ワー n w o r d よりもむしろ下の メイキングワードプレイススラックのトレーニングチャンネルに発信していただけるとなおいいです。っていうのは、ランワードプレイス私はいるんですけれども、私くらいしかいないので、そのトレーニングチーム関係者が、えー、下のトレーニングチャンネルは世界のトレーニングチームのメンバーが集まっているところです。で、私の他にもリーダーみたいな人たちは今20人ぐらいいて、えー、それぞれがいろんな担当を持って、 サイトを変えている最中なのでトレーニングチャンネルの方に発信して頂けると一番その知っている担当者が反応して次の一歩を教えることができますなので、えー、一つ目にあの携わりたいと思った時にどうすればいいかというとまず発信をしてくださいそして発信をした後次のステップを調整していきたいなと思います えー、こちらのスライド、ツイッターにも流しましたので、ぜひ後で見てみてください。はいえー、チャット GPT や翻訳ツールを使っていこう。まあ、これはあの飛ばしますけれども、後でスライドを見たときに、ぜひ振り返ってみていただけたらと思います。英語のコミュニティも翻訳ツールを使えば、実はそんなに怖くないので、あの頑張って皆さんも入ってきてください。 そしてまだここまで聞いてもちょっとな、関わろうかな、どうかなって悩んでる方がもしいらっしゃれば、関わった時にこんなメリットが得られますよというのを最後お話しして終わりにします。まず、この Learn WordPress プロジェクトに関われば、皆さんはワードプレスコミュニティの成長に直接携わることになります。ワードプレスが今後、次の20年も40年も存続する貢献が皆さんはできます。 それから日本のコミュニティだけじゃなくて世界のワードプレスユーザーのためになることができます、えー、グローバルなプロジェクトに関わる経験が積めますもし就職とかで経験を積みたいと思っている方がいらっしゃれば最適なプロジェクトです、えー、国境や時差をめた超えたコミュニケーションスキルが身につくし、えー、自分の作ったものが世界に公開されます、えー、ラーンワードプレスにも YouTube にも検索エンジンの結果にも今後いつまでも皆さんの結果が残りますのでぜひぜひ貢献をお願いします伝わりましたかランワードプレスは今ワードプレスで最も熱いプロジェクトの一つですぜひ皆さんも次のステップに携わってくださいありがとうございましたはいデンズさんありがとうございました あの、大変熱いセッションだったと思うんですが、あの、今日来てくださってる皆さんは、あの、じゃあもうこれは、あの、お手伝いいただけるということでいいですかね。<laughs> あの、で、わからないことがあったら、あの、先ほどのスライドのリンクから、あの、スラックに入っていただいてもいいですし、皆さん今日この後もずっといらっしゃいますよね。 あの、ですので、直接、ベンさんに、あの、ちょっとこういうの気になるんだけど、とか、ここがわからないとか、ちょっとどうしたらいいかなっていうのを、あの、ベンさんに直接聞いていただいてもいいと思います。あの、ちょっとまだお時間ありますので、もし、あの、質問とか終わりだったら、あの、ぜひお受けしようと思うんですが、いかがでしょう質問とかないですかあの、別にみんなの前で聞くから恥ずかしいとかってことないですよ。あの、ぜひ、あの、お聞きしたいことがあったら、ぜひ、今どうぞ。 ないです。ないです <laughs> なさそうですかねあの。ちなみに、じゃあ、あのベンさんがあのご自身であのやっていて、あのここがあの一番難しいとか、あるいはここが一番そのやりがいがあるとかっていうのって例えばどういったところになりますかそうですねあの ちょっと自分でも今興奮しているあのエピソードがあるんですけれどもあの僕あのプログラミングの経験はあるんですけどその社会でデベロッパーとしてこう活動する経験はないんですねなのでコードの知識はあるけど実際に使ったことはないとただ「l ン a ー n w ースのウェブサイトのバグが一つ僕ずっと気になってて誰か直してくれないかなって待ってたんですけど誰も直さないのでよし自分でやってみようと思ったんですねでそこでワードプレスのウェブサイトを え、ローカル環境を作って、そしてそこでこう、コードをいじって、プルリクエストを作ってという、その一環の流れを初めてやったんですけど、その時に、ランワー n プレスに上がってた教材を見ながら私はやったんです。先月。なので私もランワー n プレスの教材に恩恵を受けていて、でそこで新しいチキルあのスキルが身について、 先月無事にプルリクエスト承認されたというその流れがあったので<ー>、はい <laughs>。あのー、はい、ためになるなと思います。で、逆に僕も何か教材を作った時にそれを見たおかげで、あの、これができるようになったとか、特に僕はコミュニティ関係の,あの教材を発信しているので、それを見てコミュニティにつながった人とか見ると、 私も嬉しいし、その人もあの嬉しいし、あの本当にやりがいを感じるチームがか,かなと思います。うん、なるほど。あの、はい、めちゃくちゃいいお話じゃないですか <laughs>？<laughs> <laughs> あの、ちなみにあの教材はあの各国語であって、日本語の教材もあるんですよね？多少。 多少。は,はい。<laughs> 今、あの、ビデオは全部ワードフェイス TV にアップされた後、YouTube にもあの自動アップされるようになっていて、YouTube の、えっと、自動字幕翻訳機能というのを皆さん使ったことありますかねまあ、完璧じゃないですけど、なかなか良くなってきているので、トレーニングチームもそういった自動翻訳をまず活かしながら、あの早くなるべくたくさんの言語に公開しようとはしています。が、 やっぱりあの生の人間が実際に翻訳してくれるのが一番クオリティは高いので翻訳者をあのいつも募集しています。はい、ありがとうございますあの。そういう貢献の仕方もありますしあの、まあ、まずはドット TV でも YouTube でもいいのであの上がっている動画まずちょっとご覧になってみていただいてどんなことやってんるのかなっていうところから知っていただくのもいいのかなというふうにそんな感じで大丈夫ですかね大丈夫ですかね。 じゃあ、ちょこっと早いですけど、じゃあ、ベンさん、今日はどうも、本当にありがとうございました。ありがとうございました。